どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はエレメンタルヒーローエアーマンがなんとデュエルリンクスに実装と、おめでとうございます。いや素晴らしい、3周年さすが。いやーいいね、やっぱね、ヒーローっていうのはエアーマンで始まりエアーマンで終わりますから、基本的には。なのでエアーマンが来たっていうのは非常にでかい。もう今やもうもはやこれ説明するまでもないかもしれませんが、一応効果説明します。召喚もしくは特殊召喚に成功すると、まあ、2つの効果から、選んでどっちか使いますよと。ヒーローを持ってくるか、こいつの以外のエアーマン以外のヒーローの数まで相手の魔法トラップカードを破壊するか、どっちかでですね、とにかくアドバンテージがこれ稼げるモンスターなんで、まあ、非常に強いんですよ。で召喚も特殊召喚にも反応してくれるんで、まあ、強いと。で、まあ、リンクスだと実はエアーマンがあんま強くないっていう問題が発生しまして、これ何かっていうと、そのエアーマンって持ってくるヒーローが強ければ強いほど強いんですよ。 OCG だとね、結構なんかファリスとか、オネシネオスとか、あ、シャドウミストとか、まあいろいろいるんですけども、まあちょっとリンクスだと、だから何持ってきたのがあんま強ないっていう話がありまして悲しいことにね。で、まあ、どうしたらいいかなというと、結局その手札から融合していくと。エアーマンの効果を使ってヒーローを持ってきて、でそのモンスターを使って融合していく。でさらにエアーマンの効果を何回も一旦に何回も使って、これ単一制限ないですから、何回も使ってアドバンテージを稼いでいくというのが、まあ、一番強いかなと。でエアーマンってどうやって使うのが一番強いかっていうと、結局ですね、まあ、ソリッドマンかなと。リンクスだったらソリッドマン召喚すると手札からヒーローモンスターレベル4からね、を特殊召喚できるん で、 特殊召喚に成功してエアーマンの効果でエアーマンでサーチ1枚入れると。で、融合すると、ソリッドマンとエアーマンで融合して、まあ、ヒーロー2体とか作れる。今回そのビジョンヒーローアドレーションとかもね追加されてるんで、アドレーションとか、まあ、もちろんこれも出せるし、トルネードも出せるし、あとガイアも出せるんですけども、まあ、これの組み合わせを使ってなんか、融合していくと。で魔法カードの効果でソリッドマンって墓地を食らえると、墓地のソリッドマン以外のヒーローを特殊感できるんですよ。だからソリッドマンの効果でエアーマンの効果を使うと、エアーマンこれ対地制限ないので何回も一旦に何回も使えるんですよ。だからまず一旦ソリッドマンエアーマンにして、ソリッドエアーして、でサーチ入れながら、融合してソリッドエアーを墓地を食って、でエアーを特殊召喚するとソリッドの効果で、でもう一回もう、サーチ入れると。こういう動きができるとね、すごい強いんですよね。で、まあ、もちろんリンク召喚とかはないので、まあ、普通に融合していくしかないんですけども、相性がいいのはですね、やっぱりそのソリッドマンから特殊召喚できるモンスターとしては、まあ、ブレイズマンとかね、あとバイオンとかね、この辺のモンスターとかが相性がいいと。もちろんバイオンでエアー落としてミラクルとかもね、できますんで、一応。まあ、そんなところかな。まあ、あとはですね、風属性じゃないですか、エアーマンが。だからもうそもそも風属性ヒーローが結構強くてですね、トルネード強いですよね。これ非常に強い、全員チップのゲージするから、全モンスターを相手ので、これマスクチェンジでブラストも出せるんですけど、ブラスト結構強いんですよ。で、マスクチェンジで風属性でマスクチェンジすると出てくるモンスターで、で、これね、丸2番が強いんですよね。一旦に一度500ライフを払って、魔法トラップカード1枚を相手の手札にバウンスするっていう効果を持ってるんで、これが結構強いです。はい、まあ、もう1体ね、神風ってやつがいるんですけどね、それがめっちゃ強いんですけど、まあ、それはまだリンクスにまだまだ来ないという話なんですが、ですね、スキルこれね、本当はね、俺10代いくんで20代いくんで使いたかったんですが、このスキル融合の使い手っていうスキル、なんでか知んないですけど、なんかね、主人公覚えないんですよこれマジで腹立つんですけど、どう考えたってあいつ融合の使い手でしかねえだろ。融合しかしてねえぞアニメでは。なんなんだ一体っていうね、融合の使い手っていう、このライフポイントが1000減るごとに手札を1枚落として融合持ってくるっていうスキル、これでまあ安定的に融合をサーチできる小伝いからなので、まあ、これが強いかなと思って、まあ、要はソリッドエアーすると融合持ってくる手段ないんで、だからまあコツさえで融合持ってこようかなと、まあ、そういうことです。はい、早速ですね、ヒーロー、最高のヒーローデュエル見ていただきましょう。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方クロノスでメディチ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。さあ、プロのタクティクス見せていこうぜ。プロのタクティクスを、
こいつね使ってるときちょっとね英語力必要なんだよね。この人使ってるときちょっと英語力必要っていう暗黒ね。オッケー、5枚ね、了解。まあ、コズサイが結構刺さるんじゃないかな。コズミックサイクロン3積みしてるんで、こっちやっぱね魔導陣とか強いからね。あとサイバー、サイバーメティックオーバーフローとか、なんかああいうのもコズサイにぶち抜かないともう負けるから一瞬で。あギガタウンね、了解。なんだ表か、ダブサイか、それかあれか、ダブサイか、オッケー。ダブサイね、了解。どれを、まあ、どれ発動したところで、生物だけやめて。あー、一番ダメなやつだ。それ一番やっちゃいけねえ。一番ミスった。お前は一番ミスったの今。選択を。3分の1を外したようだな。一番選んではいけないカードを選びましたね、彼は。これがプロのタクティックス。セット、なるほど。セット怖いんだけど。ちょっとね、セットは怖いっていうのある。どうしよう。まあ、ただ殴ってくるのかな、まあ、殴ってくるのは別にいいや。マスクチェンにしましょう。あ、リボンね。なかなか結構古代もいいムーブをしてますよ。とりあえず、殴ってはくるでしょう。了解しました。ね、デッキトップ何がいいかな、まあ、小ずしないとかが一番いいか。マスクチェンジ発動しまーす。ソリッドマンを墓地に送り、持続性のマスクドヒーローモンスターを融合召喚。さあ、お前の罪を数えろ、仮面ライダーだけにな。どうしろか、まあいいだろう。さあ、砂時計チェックしまーす。何もありません。なるほど、エアーマン召喚は、これは魔法トラップ割りに行こう。分断とかって言いだしな。さあ、エアーマンの効果、自身以外の、あ、なんか違うな、自身以外の、ヒーローの数まで相手の魔法トラップカードを破壊するぜ。これが地味に強いんだわ。これが地味に強い。そこなしね。あー、なるほど、そこなし落とし穴か。これめぐっていいか、めぐっていいな。で、エアーマン除外、お前の攻撃力を1800ポイント下げるぜ。そして効果発動し、お、これ強い。これシンプルに強い。シンプル、やっぱ選んで破壊強いな、やっぱ最強だわ。いけ、マスクドヒーローダイアンで攻撃し、ダイアンの効果、デッキよりエレメンタルヒーローエアーマンを特殊召喚。エアーマンの効果強い強い。なんでこのモンスターターンついてないんだ、なんでこのモンスターターンついてないの、強すぎなんだけど。おいおい、エアーマン最強か。さあ、お相手の方、ヘルカイザーリョウさんですね。よろしくお願いします。デル3倍。今ね、現在最強キャラ決定戦っていうのをちょっと動画公開してましてね、この確かマッチアップあった気がするんだよな。なんかね、なかったっけな、ちょっと覚えてねえや、よく。なんかね、あれらしいですよ、16人のキャラクターの中で最強のキャラクター誰かっていうのを決める企画がやってるらしいですよ。なんかリュウ実況チャンネルっていうチャンネルで。面白そうですね。チャンネル登録した方がいいですよ。お、サイバードラゴンコア強いな。ちょっと小津さん2枚あるの結構やばいけど、これこれ小津さん2枚はかわいそうと言わざるを得ない。あ、セット、いや、それはヘルカイザーリョウさん、甘えでは、これはかわいそうに何を使ったところで小津さんされるっていう。あー、きついで、それきついんじゃない、さすがに融合の使い手するけど、いい、俺これめっちゃ強いよ、このスキルで。ソリッドマン召喚、ソリッドマンの効果発動、手札のレベル4以下のヒーローモンスター1体を特殊召喚できる。エレメンタルヒーローエアーマンを特殊召喚。エアーマンの効果、特殊召喚に成功した場合、デッキよりオネスティネースを手札に加える、加えられない。じゃあどうしよう、じゃあどうしよう。まあ、なんでもいいや。ブレイズマンが返しとく。ブレイズマンを持ってきて、で、そのまま融合発動、融合発動していく。で、ですね、これいろいろできるな。手札からのやつもいけるし、マスクもできるんだよな、これ。めっちゃいろいろできるんだ、これ。アドレーションするか。いや、これ、マジでさ、でもさ、赤い、納金おじさん出したら、これ、ワンキルじゃね、これ。これ、5000でしょ、これ。あ、400だもんな、あれ。赤い納金おじさん、激キツ問題っていうの発生しない、これ。これ、劇的にきついのでは。クリボールある？もう、シンプルにトレティ強いんだけど。やべえ、ソリッドマンコが。まあ、そうなればな。さあ、お相手の方、カニ頭さんですね。よろしくお願いします。デル3倍。でもエアーマン
いいわー、なんか大して強くないけどさ、現状大してあんま強くないんだけど、いいわ、なんかいいわ。わかります、この気持ち。なんかね、いや、やっぱヒーローデッキってエアーマンなんですよ。まあ今ちょっと OCC の方だとそのファリスっていうのがめっちゃ強くて、まあ、ファリス芸人になってるんですけども、やっぱね、なんだかんだエアーマンなんだよね。なんだかんだエアーマン。そしてね、やっぱ隠されたこの魔法トラップカードを選んで破壊するっていう効果がすげえ強い。なんだかんだ強い、この効果は。もう第8位いいじゃん。レベルコピーがレベル上昇型でしょうね。超獣武者といったところ、超獣武者にはね、悪いけどね、今ね伏せカードめっちゃ強いんだよこれ。マジで地獄見せれる。そう、多分これきついんじゃないかな。だってもう何したところで小遣いと狡猾が辛いっていうのはなんかもうなんかおじいちゃんが言ってたから、おじいちゃん辛いからそれ聞いてるから俺。第8いいよ、第8はいいよ。で仲裁ね、仲裁も除外した方がいいんじゃないかな。なんかめんどくせえから、なんか仲裁でこれなんかあのなんだっけ、グローブめんどくさいから、グローブが一番めんどくさいから、もうなんかこれこうじゃない、これでいいや。仲裁もう一枚あったらマジであっぱれって感じ、あっぱれって感じ、本当に張本イサオって感じ。イサオっけ、あの人あっぱれカーツの人、張本だっけな、ちょっと俺野球あんま詳しくないの分かんねえや。よく問題発言をしてダルビッシュに叩かれてる、老害って言われてる。あーほらがいい、オッケー。これ狡猾して、でここで2体破壊していく。これ超獣武者の分かり手なんで僕、これ超獣武者の分かり手なんで僕、ほらね、何もできない、かわいそうにな。いやー強いわー、いやー、あー狡猾と小伝いが、ブレイズマンの効果で融合を持ってくるぜ。そしてそのまま融合の効果を発動していくぜ。手札よりマジックカード発動、融合マジックカードのエフェクト発動、ブレイズマンとエアマンを墓地の送り、ビジョンヒーローアドレーション、融合召喚、来いビジョンヒーローアドレーション。そして手札よりマジックカードミラクルフュージョン発動、ミラクルフュージョンのエフェクトにより墓地のエレメンタルヒーローを2体除外し、エレメンタルヒーローグレイトトルネードを融合召喚、来たれ渦巻くヒーロー。はい。あ、はい、小伝いと効果強い。さあお相手の方、天井院アスカ、あ、騎乗院アスカキララ選手ですね。よろしくお願いします。デュエル3台セット、セット、コズミックサイクロン、ノーコズミックサイクロン、ノーコズミックサイクロン、ちょっと辛い、ノーコズミックサイクロン、ニフスがちょっと辛い。ソリッドマン召喚していいですか。ソリッドマン召喚効果、ソリッド効果、んあ、なんもない、なんもねえぞ、なんもないかこれ、あ、まだわかんねえか、この後かチェーンは。これはブレイズマンの方がいいか、シンプルに融合持ってきた方がいいよなこれ。はい、ブレイズマン召喚、ブレイズマン効果、ブレイズマン効果で融合を手札に加えていく。 OK で、でだ、いろいろできるんだよな、いろいろできるが、いろんなことはできる。まあ、とりあえず融合をするのは確定だ。融合発動、いやあの伏せカードはちょっと怖いな、なんだあれ、赤い水星いけこれ、また赤い、どんだけ水星出すの俺、どんだけ水星出すの俺、水星出してさ、あ、わかった、これ水星出してさ、これバイオン、あ、これ天才だ、天才だったこれ、これこうすんじゃん、これ神だ、これは神、これは点差だった。でトリニティ融合召喚して、でソリッドマンのエフェクト発動、ソリッドマンのエフェクト発動、ソリッドマンのエフェクトによりビジョンヒーローバイオンを特殊召喚、バイオン効果。そしてこれエアーでいいな、エアーを落とすか、エアーを落としていく。でですね、バイオン、あれ、あ、あ、やべ、融合モンスターねえや、融合1枚しか入ってないや、そうだマジか、やべ、ミスった、まずい、ちょ、バイオンの効果使おうと思ったら融合1枚しか入ってないと気づいた、これ何もできない、どうしよう、どうするちょっとバトルしかねえか、これでこいつ殴っていく、これ何これ、ガムシャラか、なるほど、でも5000あるぞ、倒せる、コンセント、え、ちょっと待ってこれどうなるの、いって、いった、え、ちょっと
と待って、あいつやばいかもしんない、待って、あ、やばいね。ちょっと待って、ちょっと待って、マジ狡猾か、さ、生物をさ、引け、あ、え、こんなことある、え、こんなことある。